後ろからのフィードというのはここまで多いサンガです。佐藤優斗当たり場、佐藤優斗、佐藤優斗横に入れて当たり場、当たり場かわす、シュート、先制ゴール、当たり場戻ってきた、当たり場、京都サンガ FC 先制ゴールは3試合ぶりの出場、当たり場、リーグでは初ゴールになりました、移籍初ゴールになりました。落ち着いたいいゴールでしたね。 J1 ではこの2002年神戸で在籍して以来の6年ぶりに J を復帰していた、その6年ぶりの J1 でのゴールになりました、当たり場、本当にあの落ち着いてましたね、最後のシュート、はい、ただあの僕はその前のね、佐藤優斗のプレーですね。そうですね、彼のやっぱり、はい、あの当たり場へパスするまで